弁当作りな苦手な母ちゃんが高校生の子供に送る3年間6月1日こんな感じです。頑張りました。やっぱりなんか隙間がありますね、これね。今日はちょっといいですかね、これ。はい、焼きそば弁当。隙間がちょっとありますね。卵焼きの隣。ほうれん草を冷凍しておいたので楽でした、今日は。はい、今日も焼きそばが入っています。今日も冷凍ほうれん草を活躍してますね。あ、これはなんか子供に美味しいと言われました、このお肉が。はい、冷凍卵焼き作っておきました。楽ちんですよ、これ。これは、適当ですね。はい、また卵焼き出てきました。はい、ちくわ登場です。売ってるちくわですね。これははんぺんをバターで焼きました。この3つのキャラクターついてるやつ。はい、今日はシューマイが登場しました。これから活躍します。はい、ちくわですね、またね。はい、枝豆いいですね、楽で。はい、また枝豆とシューマイ頑張っております。はい、またシューマイですね。そして動物のゼリーちゃんね。今日は肉詰めをしました。昨日の残りのお肉使いました。はい、枝豆定番ですね、また出ました。あ、焼肉弁当です。今日はとりあえず1ヶ月乗り切りました。シューマイでまた締めます。